アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。グラッシュアンダー63キログラム初代王座決定トーナメント準決勝第2試合です。こちらが剣武館白浜拓也対するチームドラゴン浦部光也のマッチアップです。3階級で王者が決まる今夜 4.30 東京後楽園ホール。まず初代王者は俺だとこの2人。さあ第1ラウンドのゴングが鳴らされています。中央を取るようにしたのが赤いグローブ浦部、青いグローブパンチ力があります白浜です。白浜の動く方向から蹴りを放ってくるローキック、右はさばきの文字が見える足から、そこにパンチ、右で追い込んでくる白浜です。右リードジャブ浦部、左をリードジャブとしているのが白浜、パンチから右のローキックのコンビネーション、左ストレート浦部が返します。いやこれもう開始直後から全く目離せませんね。そうですね、浦部選手が結構1ラウンドから前に出てますね。そうですね、はい、いつもはもっとこう距離を取って戦う印象があったんですけど、ここは左ストレートでかなり前に出てますね。非常に高度な技術を持っています。そして試合運びにも定評がありますよね、はい。さらにクラッシュの左顔面を打ち抜いた浦部のパンチです。いやパンチでは上位かと見られていた白浜なんですけれども、最初にダウンを奪われています。いやこの前に出る姿勢がダウンにつながったんじゃないですか。もう1ラウンドで数値決着、はい、決勝戦を睨んでいくんだという体勢でしょう浦部です。サイスタインの良さを見せましたね、はい、そうですね。さらに膝、白浜選手もパンチの回転早いですからね、ここで打ち合いになれば白浜選手も逆にチャンスが出てくると思いますね。そうですね、ここに左でも冷静に見えます。浦部飛び込んで左、はい、何かこう白浜の行く先々を包み込んでから潰すような、はい、そんな打撃の浦部です。将棋のように一つ一つ、そして最後の一発は左、ここは右。あと、まあ、浦部選手はこうしっかりこう白浜選手の外を取るんですよ ね。自分の右の足が白浜選手の外に出るように立つので、あそこに行くと左の攻撃が当たりますよね。そうですね、はい、この戦いに万全の体勢で臨んできたのが浦部分かりますね、はい。あとやっぱり本当にこの試合このラウンドは倒しに行こうっていう気持ちが出てますよね、そうですね、はい、クラッシュのこの階級エースは自分なんだという赤いグローブの浦部。いや誰も自分が勝つとは思っていないでしょう、気楽ですよと青いグローブの白浜、パンチ力は侮るなかれ。右フックボディからのコンビネーションです浦部。なるべくでも大振りはしたくないですね、はい。まだまだ最後まで白浜も決して諦めません。第2ラウンドです。この戦いがトーナメント準決勝最後の一戦です。赤いグローブ構えを高くして浦部光也、もうダウンを一つ第1ラウンドに奪っています。逆にどこを相手のほころびと見るのか、青いグローブの白浜ローキックからパンチの強力さ、もちろんつと知られたところです。白浜はこの戦い精神面を口にしました。そしてここ3戦王者クラスと競り合ってきています。前回は山本勇輝に勝ちました。圧倒的不利という評価を覆してきた。
この第2ラウンドどう出てくるかですよね。そうですね、まあ、白山選手いつも前に出るスタイルなので、やっぱ浦部選手のこの圧力に押し負けたくないですよね。ちょっとあの浦部の膝も嫌かもしれませんね、はい、あの浦部選手をパンチ出した後に白山選手はこう頭を下げてディフェンスするんで、はい、そこにこう膝だったりミドルが飛んでくると、あの顔面に当たってしまってちょっと危険ですからね。あ、今右のガードは注意しているのが白浜も分かりましたね、はい、膝一瞬で飛び込んできます。逆に浦部選手としてはパンチの中にそういう蹴りを混ぜていけば、ね、はい、あのさらにいいバリエーションの攻撃になると思いますね。自分のその攻撃の幅、はい、失いたくないですね、はい、20歳と若い浦部、26歳白浜、残り1分半を過ぎています。第2ラウンドです。この距離間合いはどうですか。いや、僕はここまで距離が詰まれば白浜選手の方が有利だと思ったんですけどね、浦部選手のこの近い距離のパンチのディフェンスと、あとパンチのテクニックがそのままそう上がってると思いますね。あ、そうですか、はい、回転力がすごい上がってるんじゃないですか、1回戦と比べると。そうですね、あの大和哲也選手からダウンを奪ったのも驚かされたんですけれども、はい、パンチの威力、そして的確さ、お、これは今右で、あ、今グローブを合わせようとしたんでしょうかね、はい、追いかけていきました。身を低くします。浦部右がまずそのジャブ絡みついてくる無知のような動きです。そして左はストレート、上から下へと打ち抜いてくる、右ハイボー当たる。さあ白浜どうする。だいぶ距離が近くなるんですが、この辺りもう一撃というところまでは至りません。白浜の攻撃です。まあでもやっぱ白浜選手はこういうところも前に出ていきたいですよね。右サウスポーからガードの隙間から相手を見合う、そのままで第2ラウンド終了のゴングを聞いています。さあ間もなく最終第3ラウンドです。アンダー63kg 初代王座決定トーナメント準決勝です。梶原龍二と決勝戦で戦うのは赤浦部か青白浜か。白浜前に出てくる、ダウンをすでに一つ奪われています。もうこのラウンドしかない。左を当て込む浦部、白浜のパンチをしっかりと警戒しています。でももちろん、あ、セーフティーリードを取ろうとする体勢ではない。あ、ここで白浜選手前に出たいですね。今行きたいですね、はい、ここでもう打っちゃわないと、はい、あ、来いよ来いよという浦部です。これは誘ってパンチ、またアイガードから浦部打ち合いになる。いや、どうだ、白浜のパンチも当たっているのかどうか、ボディも捉える。ここに来てこの打ち合いに出てくるの、いや、何が考えられますか。お前の得意なところで打ち合ってやるみたいな、そんな感じじゃないですか。ボディボディ、さらに膝、相手のパンチのフィールドでも上を行ってやるということなのか浦部。いや、これどういうことなんでしょうか。コーナーを背にしています。ああ、別格、それは消極的と見なされましたね、はい、あくまでも自分からアグレッシブに出ていかなければというクラッシュ K1 ルールです。あと残り1分半、今切ります。さあ、ここからどんな戦いが見てみたいですか。いや、 やっぱり白浜選手は今の攻防じゃないですけど、やっぱりどん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 前に出て、もうローパーで詰めて、そこからパンの連打まとめたいですよね。まとめられるかなとも見えたんですけれどもね、はい、あまり執着はしなかったか白浜です。ここも右のローキックから前に出てくる、押して右のカットします。浦部右のリードジャブから左ストレート、あと1分あります。スタミナという面では2人いかがですか。いや、まあ、そこまで疲れてるようには見えないですけどね、はい、ここも右で探って距離を取ってから浦部大きなパンチ、左は白浜です。やや顔面を好調させながら
前に出てくる青いグローブ白浜、右から膝裏目を返す。あと30秒です。なんとかしたい白浜、打ち合いに。ここから出るか浦部、まあ、でも浦部選手のブロックもここ打ち返しもこれ的確ですね。硬いですね。なかなかこう白浜選手のパンチがこじ開けれないですね。白浜のパワーをもっとしても突破口はちょっと見えないのか。浦部が最後はツーバックしてパンチをかわしたところで試合終了です。第3ラウンド戦い終えました。こうなると展開上やっぱりあのダウンのポイントということになってくるでしょう。そうですね、まあ、あれは本当大きかったですね。いや、そして打ってこい打ってこいというのはどういう心境、そして状態だったのか。まあ、余裕はあったんじゃないですかね、やっぱり。ジャッジはな30対28、赤浦部。ジャッジ豊田が30対27、赤浦部。3対0です。大きなダウンを奪いました浦部晃也が白浜拓也を下して決勝進出。